体格6マス最強説おリバブル対スパーズ見ようって俺思ったよな。なんか体格強くねえって。医者よりも時代格なんじゃねえってね。チンゲバンゲパスやばくねえ思ったんですね。ターが右サイドの低い位置でボール持ってから、もう体格でね、フリーのミネースで目かけてから球蹴ってビッグチャンスみたいなシーンがもう2、3あったんよ。すごかった、マジで。ボールの位置がバーン変わってからみんながバーって向かって感じとか、マジでもうてめえらぶっ殺してるって感じでした、本当に。まあでもこれはまるでゲームみたいなターのキックがあったからこそできることやからなーなんて思いながら眺めてて思ったんですよね。ゲームでやろうっつって。というわけで今日はですね、この中盤とサイドバックのパスの名手で、もう逆サイドの快速クロスを見かけて、もう体格フライするまで蹴りまくろうという企画です。もうおそらく強い。もうまさしくクロスカウンター。実際クロスターって端っこにもライブレやから。カンサルがボール持っとったらこいつ何だっけ、ヘッスナバスフリーみたいな。5バックとか使われるとちょっと厳しいかもしれんけど、もう3バックやともう最高。脇腹入れ方な、飯田正なのに待ったなしですよ、本当に。だからもう勝ってない理不尽新世界が俺たちを待っているということで、もう早速ね、このレッドライン、ブレイクしていきたいと思います。レッツYZ。ってことで、まずはオンライン行きましょう。僕ってよ、この戦術がガチ戦術なのか、キングオブコントなのかを確認していきたいと思うぜ。前コスティッチをメインで起用した時思っとったけどね、マジでほんまに捕まってないよ、黒沢って。それでボール来た瞬間そこから抜け出して、まあ裏行くみたいなね。コスティッチオブザコスですよ、あいつこそが。僕はヘッスナバスっていう人間も作ってきたんで、まあドリブル数値高く打って、スピシュン張ってみたら結構強くない、普通に。ただの快速ドリブラーみたいな感じだけど、まあこっちにボール渡して、バーって走ってって、レバンドスキー流れ込んできてシュートとか、みたいなね。そういうね、1たす1は2みたいな作戦をね、考えて行きましょう。にょーい。まあだから左側の人間は右利きやから、まあちょっとなんかその中向いてこうやって蹴るみたいな感じだな、右足で。それ以外意識することは一個もない。あ、442。甘いな。ここでこの人を置いてから何がしたいかっていうのが明確になってないの、マジでもう。延長しろ。まあその明るく見させてもらいたいんですけども、そのためにまずボールを取らなければいけません。それが非常に難しい。サイドバックをどっちも攻撃的にしてるから、もうサイド攻められると相当きついんですけど、ジータ取ってくれたら助かる。で、アンドで一回ボール渡してコスティッチの位置見てくれ。空いてないか？空いとるよな。いっけーコスティッチ裏抜けろ！いけるいけるコスティッチボールいけるぞこれなんならもうね、一回ね、縦走ってからクロス蹴らないかんかなとか思っとったけど、ゴールに向かっていきそうなくらい、フリーやったくねえか？ここも突っ込んでレバンドフスキー。まあ、高い位置でボール奪えたらそれはそれでいいかな。奪えちゃったねえ。レバンドフスキーの動きを見たいが、一回こうしてワンパスでこれレバンドフスキーはパパパパーンパパパパー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 ンディー。でもこれ、相手がなんでこんな低い位置でボール回してると思います？私、アーノルドがボールを蹴ったからなんですよ。この攻撃への貢献度の高さ、マジでリバプール評価しろ。マジで、ナイスピルの回収したら、俺ここから完全に一回ボール渡して、こっち向いて、右あれフライスラーで、あーレバンドスキーいっちゃった。でもこれはこれでちょっとありそう。後半とかまたムバルとかぶち込んでから、これフライスラーで切りまくってみようかな。全然ありそうだこれ。あー待って、取れようかな。アーノルドが空振りしたらなんちゅう。もうネクストバッターサークル見てきたあの円が、危ないよ危ないよ取らなきゃやん。カンセルに渡していきますね。で、逆サイド空いてるかというと、空いてないから、もうちょいボール持ってから、相手をこっちに引き寄せといて、その状態でカンセルから、必殺ナマス必殺ナマスまで届かん縦いか当てるか縦いか当てて、あ、こっちから来るんやなーって感じ、出させといて、ベラって落としてカンセルが、いけっすないじゃん必殺ナマスなんやって、もう一回、必殺ナマス !2 連だったんですよ、これマジで、あ、ロケットみたいな感じ。で、ボール持ってて、中入れて、レバンドスキーいけるはっきり言って大成功です、現時点でな。まあ、この辺転がしときゃ誰かしら来るはず。そういうゲームだから、なぜなら。ベラッティー、ベラ、レバンドスキー、ナバティー、アカンティー、カッカテー。それカンテラ。待てよ。カテー、あ、入りそう。あ、カテー、まあ、予想外の要素いっぱいあるけど、思った以上にクロスは張りすぎてボールが届かんっていう。これもしかしたらアーノルドが蹴った方がいいかもな。あいつの方がパス力高そうやから、そうだね、右から左に流れてる感じでやってみよう。いやーでもね、ボール取らないからな、バリウス。おい、来た。ピロ。あら、こっちでじゃん、おいこの瞬間俺たちがどれだけ待っとったか分かったんか。花火大会雨で中止やったみたいなもんやぞ、これ。フラスな、フラストレーション預けて、お、これ開いとるやん、普通に。アーノルド、上がってこい。いけーだっちゃんばーどうも、このゲームを指しとるわ、誰だドドンドドンドン俺だからかなりマジで来てるんじゃないですかというところと、センターフォワードが抜け出したらもっとやばいじゃないかということで、エンバペ入れてきます。バリオス下げてから、アーノルドに渡して、前向いて、いけコスティッチ裏足で効いたこれこれこれいけるいける欲しい欲しいこれもうちょいだって右サイドに人間寄せとったら、もう絶対裏行きとるから、そのまま独走で。やばくない？コスティッチ独走だ、やり放題で。半端ないやろ、こんなん。もうかけ放題、電話かよ。
まあ、ボール拾いたいんですけど、あ、ナバスいいね、サイドバックからの本職、あ、これはフランスでのショッケーは、ムバペ伸び出してきてからシュートドカーン、惜しいな、あ、ロングシュートが世界を救うこと、キックポイント、あ、パス、うまい、ムバペ、前向いてから、キックポイント、あ、シュート、こういう相手が結構攻めてきとる状態、この状態でボール奪ってから対角線にパス出せれば、もうめっちゃ理想的なんやけど、ペナルティ、行くしかない、行け、もうフランスで待って、来たー、この展開待ってた、ナバス、渡ってないよ、わー、ムバペが待ってた中で、もうやること簡単、ボール拾ったら逆側に向かってフランスで蹴る、ただこれだけで OK なんです、OK。わかりますか？お風呂場ですと OK です。ウィングストライカーは結構ボールに寄っていきがちというか、なんかその最終的にセンターバックの近くでボール受けるから、なんかマーク疲れがちやけど、もうそんな全然ないから。あいつは陸のことを大学入りたての俺みたいなもんやから、クソポッチやから。ボール開けたらもうね、久々の仕事やつで食いつくわけですよ。もう最高。ここでじゃあ黒大会が入ったら一体どうなるのか皆さん気になりますよね。わかる。拙者は全くの同意見ということで、もう最強リバプール再来させていこうと思います。これ行きましょう。パス出すタイミングが若干早漏やった可能性があります。それはしゃあない。レバチャンネルやから。あ、これしゃあないな。正直、草原自体が攻撃食らってもこれはしゃあない。立てないからだって。で、相手がフレバーをかませてくれたから、これはもう分かってないらしいな。自分が断頭台におるということ。自覚させてやるか。行くぜ。バリオス。で、ここ、ベラッティから、もうフライスルーパス。いっちゃいまーす。いけるかな、ヘスタマス。裏厳しいか。いや、ワンチャンあるだ、これ。ゾレンかクソ。アーノルドもそのディフェンスができるタイプちゃうから、センターバック寄ってきて通って。一回、ここでベラッティがボール持ってどこ蹴るかって、こっちだぞ。これ、これ、これ誰がヘスタマスにマークついてんだ。そして、マネが開いた。このクロスカーターダブル、いやー何回右折みたいなクロスカート入りましたけど、カンセルボール寄ったら逆サイド決まってんだよ。ヘスターさん走れよ。おいマジか、惜しい。あ、運命助けた。ピルロこうで、ピルロからマネ、マネ、それそれが惜しかったよ。マネ、俺たちはイケムマペかわせとりゃー、決まったよー、決まった、決まった、決まった、あ、決まった、決まった、決まった、たった一回の攻撃だけで敵をぶっ壊した、決まれ NHK ぶっ壊したくない、ドッ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 、皆さん分かりましたかね、この作戦めちゃくちゃ強くない、やることグッソがあんだ、まず逆のウィンガーが開くのを待つだけ、ただボール持ってから、こんなの誰でもできる、まずもうレンジでチンみたいなもんですよ、本当に。というわけでアーノルド最後に祝福を上げて終わりと。いや最高だな、バリオス取れんかった、そこ怖いけどネスタ頑張れる、あ、危ない危ない危ない、ディフェンスが甘い、ディフェンスお前マジで、結局同点かましとわしらな。ってことで初めてのチンゲマンゲサッカーやらせてもらったんですけど、やばくねー、ベラボリ強くない、縦パス当てて落としてから逆サイド展開して、ショートパスでアーダコーナー走らせて、ワンツーでパスコレダブルタッチでバカじゃないですか。しかもフライスルーパスの伸び気持ちいい、もうアーノルドピルラあたりがほんまにたまらん、もう大丈夫だよって聞こえてくる、もうマジでパスのスタミナ、まあ、あの課題というところに関してはありましたよね、ディフェンスがガチャガチャ、そして私はその解説をすでに用意している、これでファイブバック、これで中央のシーンをしっかり固めつつ、同じくチンゲと難儀をしていくと、そしてうんことうんこ、まあね、あのゴーリーさんの方がね、ウィンドレッジが若干低いから、もしかしたらそのなんか一発飛び出しとかできんかもしれんけど、まあ、ここでボールが渡るだけでも十分チャンスやから、そこから普通にイフットボールしてもよし、まあ一人でいてもよしという感じですね。はい、行くぞということで、相手をこっち側のアーノルドサイドに寄せることが大事で、逆サイド赤せてこう、え、いける、もしかして、今の好き、あち、あー、いけそう、でもちょっと。てか、アーノルドのキックすごくね？パックのアーノルドなんか作ってマジで後悔しとったけど、ようやく報われた。本当に嬉しい、これは。不良だった子供がちゃんと働いたみたいな。危ない！アーノルド！あー、まだ不良！当ててから高い位置通って、レバンドフスキー、ボールキープしてぐるぐる回って、これ普通スロスでよくね？てか、お前なんかい！アーノルド、体格にパスを出す準備はできてるか？体格に人がいません。どうしようかな。フライパス、えい！レバンドフスキー、ドーン！フリ、リマランが落としてここ、ピルロかスルロスこっちで、カンセルがどこ蹴るかというと、体格これよ、いけるか、いけんのか、ゴーステージなんでお前らがチンゲマンゲすんな、お前ボールをチンゲマンゲさせるんだろうか、お前らが戻ってきちゃって、もう何これ、あ、これフランスする、ここカンセルボール持った中向いた、すればでーい、やっぱ組んでがちょっと厄介かもな、マンマークも持っとるし、マークもずれんしみたいな、決まらん、あー取りたい、2キチってなってくると、左サイドからちょっとやってみる、あ、それもありですね、リュディガー回収こっち、ピルロから、あ、でもこれさ、いけるくね、おい、いや、同サイドを使わないと誰が言った、いつから錯覚していた、ヘッスナウス、いいトラップ、これ持っていきましょうか、黒沢張ってるから怖えよな、インパクトこれでフライバータッチ、おりゃーくそ、これー
黒すげえ、クソうぜえって感じですか。あーい、いやー大変やな、バルテルを使ってる人たちはな、たくさんボール回ってからな、ダブルタッチとか努力とか、頑張ってやってね、技術で圧倒していく感じですか。バカだね、ほんとに。お前、クロス一発で終わっちまうのサッカーなんてよ。そんな遠回りして、一体何が楽しいのか私はわかりませんね、ほんとにね。もうあれは、ブレイキングダウンみたいなもんやからね、お前らやってることって。もうなんかすぐに殴り合えばいいのに、ずっとなんかダダダ喋ったりとか、もうな、誰やのお前ら。こっち。いや、いけそう、これ。取れるか、取ったら最高。あー、取れんかった。で、これで、サイド、アーノルド渡して、ここから、もうインパクトのやつやってます。いや、ダメなんかや、ずれんな。なんで対角線のパスできんのに、ここのパスできねえんだよ。ここに関しては戦術特に変える必要ないと思うから、おー、もうその前ちゃおう。緑来るか、残念でした、います。お前にパスを出させました。アーノルド渡してから。いけ、こっち裏抜けろー、抜けれない。ちょ、やっぱ間延びしとるな、全体的に。クボ、通った、カウンセロ。ヘッドスラッシュ動け、うおー、裏だ裏だ。待て。カウンタークロス。なんだこの、騒がしすぎるサッカーが。いったー。これがイートボール X! 流れ込め。やばすぎるだろ。斜めに行ってからちょっと落ちてまた斜めに行くみたいな。アミタクジが攻撃方法マジで。バグバカだろ。まあ、実際運ゲーやしな。いるろ。取れるかなこれ。あ、取れそう。ナイス。で、ピロ、いいか、こっち。うまいね、そのパス。こっちワンパ。で、レバノスがボール持ってから普通にサッカーやったらそろそろで映えちゃうわけですよね。普段からロングパスでサッカーやってるからショートパスが、そしたら生えてくるわけあります。聞こえた。うわ、うまいそれ。ここ、うわ、うまいそれ。うん、ま、うまいのにな。ギマダッチして、ここギマダッチ。ピルロ回収でかいな。ここです。うん、コスイチいるっしょ。どうよ。あ、惜しい。毎回組んでに、阻まれとるな、あそこマジで。組んで VS コスティッチがあまりにも勝率悪すぎる、ほんまに。すべて、来たー、アーノルド。あえて盾をいつから直線を出して錯覚してきたー。おいおいおい、飛車もやるんだぜ、こっちは。インパクトなぜ、死ねー、死ね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 ー。ボール取って勝ちー。ディビジョン戦行ってみよう。この戦術を考えついたこと、俺は本当に後悔して、なんだろう、イフットボールの歴史が変わっちまうからな。もうサッカーの攻撃とゴルフは一生も1打目は遠くに飛ばせと。いや本当ですよね。でこれアンカーにしてみようか。もうディフェンスはある程度安定させつつ、その中でもバンバンバンよ。もうバンバン剤ルーのよマジで。だって532ね、はいはいはい。まあ、同じ532だが、狙っているものに差がありすぎるな。いつまで中央攻撃をやってるつもりだ。それはうちのセンターバックプラスブスケツがしっかりケツさせてもらいますよ。レバノスキ取れるか。取っちゃったレバ。バンドスキ、これ、こっち、コスティッチ、一回バースト、コスティッチ、これ、スロースから。でけえ、レバノスキ、こっち、ヘッスンダマス、ヘッスンダマス、ヘッスンダマス、お前も対角線の意識を持つんだよ、レバノスキ、ブスケッツ、取れんのかい。ちょ、待ってよ、アーノルドが厳しい。やったね、アーノルドがいつまでもアーノルドだと思うな。一回ヘッスンダマス、落として、アーノルド、こっからどうするかというと、コスティッチ、カンセルの裏取るんだ、お前ら、痛い。アーノルド渡すんですけど、リュディガー、あー、で、こっから逆行くと見せかけて、アーノルド渡して、逆行かせない、いつでも、アーノルドの仕事を、こっちで来い、こっち来やー。だがそこでバストリーが飛んでくる、うまい。ここで高橋で待ったら、すべてが成功、バストリー行け。あー、ミッション失敗。カンセル、俺カンセル来るんじゃないか。あ、来なかった。あの、妖怪しました。ここや、いっいけない。ちょ、待って、こっから来い。いや、ちょっと、何しようこれマジで。いや、行ったー。なんだこのサッカー、ぶつけて拾ったから。いけ、こっち、裏行け、走れ走れ走れ。俺はここにこっちでやることを初めから予想してたぜ。おっつけ、フラバス、よしよしよし、OKOK。 いつでも黒沢がハットリッチを取ってくれてるって確証があるもやっぱりでかいよな。そう、正直な、こいつらは間違えることしない。コースチ、ここ勢いがありますけ、空中戦に手はありますよ。いや、でも分かったかもしれない。もしかしたらやっぱりコースチサイドハットるところおるけど、裏を取るということができてないよな。つまりどういうことかと言いますと、正解はウィングストライカー、そういうことだろ。ブスケツ落として、アーノルド渡して、ここからもう速攻で、いけー、この伸びるよ、ラバス、マネ取ってくれ、この一対一。結果的に我らが勝利。ここパスでカンセラーフライパス。いっけ、これがクロスギャロ、死んぞよ。ピルロ回収、こっち、フライスルーパス、立てます、そう、でヘッドマスキープして、アーノルド使っていきたい。いいドリブルだな。レバノスキ来ちゃった、最高。あわー、てかヘッドナバスがマジで結構使いやすい。もやお前のメイン強と言っても差し支えない。あ、これあれやっちゃう、ショートコーナーで一つ打っといて、そのスペースにボール蹴ったら入るってやつ、どうかな。入りそう。アーノルド、よろしくお願い。お前がシュート打ち込め。へぇー、
や X イコール I ではなかったということなんですよね。間違いね。アイライン。バストーニ、そうか。ちょっとバストーニ流れちゃったな。こういうこと多いな、マジで。なんか変なサッカー。あの出てってからコース聞いた。うわー、穴作っただけ。いや、取れるか、これ。ブスケツ来てもらってから、ナイス。回収、落とす。逆側、アイト。いや、それでもさ、アーノルド、俺たちはやめちゃいけねえと思うんだ。インパクトフライトラスだったら、どうよ。なんでカズロ来るか、お前。なんかありそうがずっと続いて、なんもないっていう、なんかクソもないパチコミになってる。ネストから立てます。いや、行くか、これ、ピロから。うん。ああ、厳しい。バストーに拾えねえ。これ、スペース空いちゃう、取れちゃう、ブスケツ。こっち。ここだー、体格選手が勝った生写真。いや、体格の大化の革命はもう終わってしまったと言うんですか。マジで一切通用しない我が戦術がピロヨートだ。これもうラストチャンス行くしかないかで、カンセロこっち持ってて、うわー、いっけおい、なんだよこれ。ケンジャーか、セクロスは1日1回以上。